さあということで今回からステージ2ですね。まずは 2-1 の始まりの海いきましょう。ハデヒラリさんが困ってるよ、助けてあげよう。いよいよハデヒラリさんの登場か。さてとまずはキョロスケ探したいけど、いるかな。よし、おお、ウィンナーさんいる。の、派手ヒラリさんが先でしたね。あら、サフィン、お久しぶり。派手ヒラリさん出てきましたね。ハートマーク3つだ。お久しぶりです。あなたのキョロスケです。どうも。ドンビーじゃないですか。ここはひょっとして派手ヒラリさんのお宅ですか。いやー素敵なお家ですね。どうもありがとう。でもね、どうしたんですか、ため息なんかついて。何か悩み事でも。それがつい昨日の夜。大変だ。パパのために暴れまくってやるぜ。わあ、お気に入りの家具が。大変だ、これは大変だ。っていうことは家具探しになるのかな。許せんプチオグラメ。派手ひらりさん、このキョロスケにお任せを。大切な家具は必ず取り戻してみせます。本当にありがとう。いえいえ、ハデヒラリさんのお役に立てるなら。ってなんだよおめえ、まさかおめえ嫌だとか言うんじゃねえだろうな。困ってる人を見捨てるなんて情けねえと思わねえのか。よし、罰としておめえが家具を探してこい。とんでもないな。亡くなった家具はバラの花瓶とサンゴのテーブルと簡易柄の椅子の3つ。家具は全部右の方に流れていったわ。よろしくねスタミー。そうだぞサフィー、俺様に恥をかすなよ。それじゃあハデヒラリさん、待ってる間デートでも。大切な家具がなくなったのにデートなんてできないわ。サフィー、ボサッとすんな、早く行けよ。さあでは頑張りましょう。なんか変なもんってことはさ、全然関係ないものとかもあるんですかね。どうなんだろうね。おう、とりあえずね、行けるところどんどん行きたいね。手前から順番に行こう。この家具を持っていく？そういうことか。なんか本物があるってことだ。うわどうしよう、これちゃんと見といた方がいいわ。多分違うけど。違いますね。さあということで再びやってきました。とりあえずね、こっちかな、この家具ですね。よし、持っていきましょう。一個ずつなんですかね、それともまとめていっちゃってもいいのかな。あとで右方向気になるので行ってみたいんだが、体力がやばいです。体力やばいです。ここもなんかありそうだね。一個ずつっぽいかな、これは。
おそらくこの2つの扉なんじゃないかな。あ、お目目が回っている。よし、では一回戻りましょう。よし、まずはバラの花瓶。よし、でおそらくあの2つ閉ざされた扉のどちらかが進めるようになってるというかだと思うんで、あ、開いてるね。オッケーオッケー、行きましょう。さてと、なんかドラえもん出てきそうだねドラえもん出てきそうな机だな。このテーブルだよね。よし、で真珠は取っていこう。持ってきました。さあサンゴのテーブルで、あとは貝殻の椅子だっけ。貝殻の椅子、この下かな。よし、行きましょう。あー、なんかいっぱいいるいっぱいいる。これで合ってるよね。一応敵さんを倒しておくか。よし、戻っていきましょう。取ってきました。お、とうとう3つ目の家具を見つけてきたな。お疲れ様スタフィー。さあ最後の家具を見せてくれる。灰柄のですね。どうもありがとう。これでなくした家具が全部揃ったわ。よかったよかった。何かお礼がしたいんだけど。そんなお礼なんて。でもどうしてもってのならこれからデートを。そうだわ、この間の嵐の日素敵なものを拾ったの、それをプレゼントするわ。ありがとうございます。あのデートは左の扉の中に置いてあるの。鍵は開けておいたから持っていってね。ありがとうございます。それじゃあ本当にどうもありがとうスタミ。私はお家に帰るわね。デート、何見てんだよこの野郎。左の扉だ、俺様は先行ってるからな。かわいそうなケロスケ、どんまいですな。派手ひらりさんのうちハートマークついてる、かわいいな。よし、では取りましょう。派手派手衣装が入っていた。次のエリアはなんだか仕掛けがあるみたい。ちょっとだけ難しいけど頑張ってね。頑張ります。よし、ということでこれですね。おお、派手だ。派手派手衣装にしとこう。さあでは 2-2、 仕掛けだらけのサンゴ礁、道を作るにはどうすればいいかな。ちょっとやっぱり派手すぎるからな、セラ服にしますかよし、行きましょう。まずはキョロスケ。右上に扉が見えてるのに変異が高すぎていけねえ。どうすればいいのかな。しゃあねえ、今はとりあえず左に扉にでも入ってみろ。わかりました。なんか二段ジャンプ的なないですかね。なんていうか滑空みたいなやつね、前作使えたからさ、多分まだ覚えてないだけだとは思うんだけど、疲れないといいよね。ジャンプ制御がしやすくなるかなって思うんで。どこかで水の流れる音がする。どうしたのかな。なんか水流っていうか水位が変わるとかそんな具合ですかね。お、
なんだなんだ、急に水かさが増えやがった。一体どうなってるんだ。スタフィー、おめえがなんかしたのか。まあいいか、よし俺様ここで待っててやるから、おめえあちこち探検してこいよ。わかりました。どうしてもわからねえことがあったら、このかっこよくて賢い俺様に聞きに来てもいいぞ。わかりました。なんか教えてくれ。なんだなんだ、早速かっこよくてお利口な俺様を頼るのか。そうだな、ここのすぐ下の奥に扉があったな。扉の中がどうなってるかって知らねえよ、おめえが確かめろよ。よし、こっちにもあるね扉。めっちゃ行けるとこありそう。え、待って、めっちゃ扉あるんだけど。これ高さ的に足んないよね。また水位をいじってみたいな、そんなところですかね。はい、届かず。すげえ登りやすくなってる、優しい。まあ今んとこ違うのかな、ここは。あ、しまった。あー、ここと繋がってんだ。オッケーオッケー、わかりました。ってなるとこっちだね。進みましょう。ほいは違うね。あ、ダメージ受けちゃった。よし、これでおそらく右側がいけるはず。さあ行きましょう。この樽使うのかな、どうなんだろう。多分こうしないとジャンプが足んないとか、そうなってくるかな。でこっち来られましたね。いろいろ気になるんだが、真珠がいっぱいあるところを見つけてしまったので、まずはそっちに行ってみようかなと思います。ここ取りたいよね。やった。でここでも水いじるのか。これでまた変わったはずなので、戻ってみようか。オッケーオッケー。でおそらくこの扉に入る。ただ待ってね、こっちはこっちでさ、水ではなくなってるけど、ただ何かあるわけではなさそう。よし、では行きましょう。はいはい、入れない入れない。はいはいはい、よし。あ、あった、普通にあったわ。ありがとうございます。さあ、ぐるぐるメガネが入っていた。気球っていう乗り物を研究しているおじいさんがこの近くに住んでるんだって。一体どんな人かな。
やっぱ乗り物券あるんだね、本作も。お、気球。気球、手に入るのかな？ぐるぐるメガネ、かわいい。さあ、では、ニノさん行きましょう。メカニ G さんの研究している乗り物をゲット。これはどこだ？上だ。真珠でした。はい、で真珠もね、もうすぐあと1個取れば300だね。こちらにしてもここを壊す必要があったけど、こっちが正解か。よいしょよいしょよいしょ使えてる使えてる。はい、 OK。気球欲しいね。ここは素直に高さが足んないですよね。ってなるとこっちか。よし、行きましょう。そういや、この近くに気球を研究してるメカニ G さんが住んでいたな。おめえ行って挨拶でもしてこいよ。ぜひとも気球使える状態にしたいね。下っぽい。よかったよかった。こんにちは。おう、サフィー、久しぶりじゃの。またわしの素晴らしい研究を手伝ってみる気はないか。どうじゃな、手伝う。気球の素晴らしさを理解しておるじゃな。気球の操作を覚えてるか。何、忘れた。仕方ないの、途中の看板を見て思い出すんじゃ。わかりました。とりあえずまず見ようか。気球、よし、行きましょう。操作的な感覚は前作の気球と同じかな。よし、いろんな乗り物ある中で個人的に一番得意なのがこの飛球なので、極力ね、難しいところもね一発できるように頑張りたいですね。真珠全部取ったりね。よーし、すっかり勘は取り戻してるじゃな。飛球はあちこちに置いておくから自由に使っているぞ。ありがとうございます。おいおい、じいさん、せっかく手伝ってやったのにお礼の一つもないのかよ。そうじゃな、この間の嵐の日、珍しいものを拾ったから、手伝いの礼に触れてやるとしようかの。わしの後ろの扉をくぐれるぞ。わかりました。下に戻りたいときは、あの左の扉をくぐると近道だ。下からまたここにすぐ来たいときも、確か抜け道があったはずだ。今まで閉まっていた扉を通ってみるといいかもしれねえな。下
下に戻る扉の鍵は足が開けておいてやろう。じゃあ行ってくるんじゃ。ありがとうございます。とりあえず一回戻って。新しい機能研究中。なんか乗り物強化みたいなあるんですかね。めちゃめちゃ楽しみじゃない。多分真珠なのかなとは思うんですが、一応上見とく。マジで真珠だけっぽかったんで行こうと思います。400超えたね。さあ、では行きましょう。いいね、なんかお月様が綺麗だ。おー、ありがとうございます。王子のマントが入っていたよ。次はいよいよ海を荒らし回った乱暴者がサフィーの前に姿を現す。突然か。さあ、王子のマント。おお、かっこいい。さあ、では2-4、いよいよプチオーグラ2号と対決。さあ、行きましょう。お、早速いるね。この野郎、こっち来い。変なハマグリが何か言ってる。何か言ってる。なんだと？な、サフィー、あの野郎だ。ハテヒラリさんの覚悟をめちゃめちゃにしたのは。てめえがパパをひどい目に遭わせたサフィーか。なんだ、ガキじゃねえか。ガキは自分だろうが、と捕まえてお仕置きしてやる。できるもんならやってみろ。俺のスピードについて来られるならな。なんてムカつくガキだ。サフィー、追っかけろ。ハテヒラリさんの敵討ちだ。ここは水の流れが激しいぞ。今のおめえの力じゃ水の流れには逆らえねえ。水流に入るときは十分注意しろよ。わかりました。お、基本的に一方通行みたいな感じになっちゃうんですかね。あ、戻ってきた。あ、戻ってきた。なんか途中に何かあったんじゃない今。ここ下とか違うか。この上のところに入っていこう。おー、なんか結構広いっすね。こっちはいけるの？あ、いけるんだ。あー、途中にも扉あんだ。怖っ。なんだこの配置。えげつねえ配置しておりましたね今。ここも違うね。ってなると右側の方か。このなんかあからさまに一番むずそうなところ。お、いらっしゃいますね。ここまで来てみろっつーの。ほらー、おめえが来ると思って先回りしていたんだよ。もう逃げらんねえぞ。
それで勝ったと思ってんのか。残念だったな、ハムグリ。おお、そっち行くか。なんてやつだ、推理を遡りやがった。一体どうなってんだ。サフィー、ぼさっとしてねえで追いかけろ。おめえのせいで逃げられたんだからな。アタック強化が欲しいよね、そろそろ。あったらいいな。もうちょい先かな。あー、そうなってんのか。マジか。あ、え、もうボス戦。さっきあのガキが炎を吹く乗り物に乗ってるのを見ちまったんだ。あれじゃあうかつに座ると火傷しちまうかもな。あのガキがバテるのを待つんだ。チャンスの時だ。わかりました。よし、行っちゃいますか。真珠取っていきましょう。463。いやー綺麗だね、バックが。よくここまで来たな。パパの敵を取ってやる。許さないぜこの資金野郎。カモン北京学号。お、いかつい。驚いたか。これが俺の相棒北京学号だ。こいつのスピードと俺のパワーでてめえはつけてやる。なんかバテるのマス的なことをクロスケさんが言ってたよね。うわー、まからさまに無敵っぽい感じ。ちょっと様子を見ながら行きましょう。で、ここ推理あるんだ。はい、オッケー。逆に利用できないかな、この推理を。オッケー。で、この辺からはこの残り火というか、当たっちゃったけど、ここに注意ですね。はい、当たっちゃった。マジか。うわ、マジ、この水流が結構いい味出してんな。オッケー、よーし、なんとか1回目でいけた。よかったよかった。さあ、お宝ゲットだぜ。お宝グッズ。さあ、グッズ。ヘルメットが入っていたよ。ヘルメットか。次のステージはカメカメ大地。どんな冒険が待ってるのかな。カメカメ大地。おお、カメさん大きいな。ヘルメットですね。かわいい。ヘルメットかわいいな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。
そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。